はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日も元気にサイコブレイクやっていこうと思います。はいもう言葉が出ねえっすよ。怖えよ。だってチャプター4でこの怖さはやばいでしょ。頭かゆいもん。脳みそかゆいもん。脳みそかゆいもん。思わず袋に入った肉塊こう裂いちゃうぐらいには多分今脳みそかゆいっすもん。よし、じゃあチャプター5やっていきましょう。あ、またここか。あ、なんか書いてある。He's watching, we can't leave. 私たちは去ることができない。彼が見ている。これ。ここ行くしかないよね。セーブポイントでしょこれ。要は優しい配慮でしょこれ。サイコブレイク作った方たちの優しい配慮だよね。ここで一回休んできなよっていう。あ、私の手記ですね。回収。セバスチャンの手記。パートナーは変えられた？ああ、マイラじゃなくなるわけだ。はい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 。悪いニュースもそう悪くはない。あ、ジョセフ、そうだ、ジョセフどうしたんだろう。別の受験を待ち受けてる。ああ、数が圧倒的に足りねえな。ねえ、見てないじゃん。ああ、今から見ればいいのね。OK、見るわ。ここは俺に必要な場所なのか。いや絶対必要だよ。強くならなきゃ。よし。何喋ったの今。何これ。連続殺人事件捜査難航。普通にセーブか。ちょっとパワーアップしかにするか。あ、そうだ、鍵束手に入れたから、ちょっと倉庫開けてこようよ。倉庫っていうか、なんだ、金庫みたいなのがザーって並んでたところ。おお、経験値しかも5000。いや、これはでかい。私は強力にパワーアップしていくわ。シュレーダー一つ。マッチも一つあげて。あと500であげるやつなんかなかったっけ。リロード時間か。命中精度。相談っすね。はいはい。ちょっと無理か。よし、相当パワーアップした。行くわ。看護師さんありがとう。行くわ、僕行くよ。セーブしてないからちょっともう一回セーブしてきます。セーブ忘れた。セーブ。感じはしねえですよね。扉、あ、封鎖されてる。封鎖されてない。開いちゃう。燃やしとこ。あの妖怪女が出てきそうな気がする。待って、声聞こえる。ちょっと待って、誰かいなかった今。
誰か取ったよね今ね。誰か取ったよね。あれ？取ってない？取ってない？誰で咳してんの？一個ずつ行こう、一個ずつ、一個ずつね。一個ずつな、一個ずつな。あれ？あ、消えた。あ、いや、いないならいいんですけど。いないならいいんですよ。マジでいないならいい。いないなら何でもいいっす。あ、しました。こっちは？何もないけど血はしっかりついてるね。あ、マジ何もない。安心する。安心する。行くか。入りまーす。いたよね今。え、あ、お前また透明なやつか。また透明なやつか。あ、当たった。あ、なんとなく。ここか。あーんだ。やめろやめろやめろ。マジでさ、見えない敵が最低じゃん。燃えとけ。ショットガンにしとくか。ショットガン。あ、帰ってきちゃった。逆だった。あいつのせいで迷子になっちゃったよ。ここは入ったのか。あん？こんにちは。誰誰誰？レスリーか？レスリーか？レスリー？レスリー？違うか。壁柔らかそうで全然硬えな。帰る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 。この部屋痛くない。痛くない。経験値。そっか、あの透明な敵だだけは許さん。許せんぞ。はい、いいか。そしてここですか。お邪魔しまーす。あ、これ下にこれあるってことはさ、なんだ、トイレで四角が多いんだよな。四角がよ。よしよし。相当でかい。1リットル2リットルぐらい入ってたんじゃないかな。
音楽が変わるんや。下か。下か。びっくりした。下か。なるほどね。普通に飛び降りる。いけるね。行くか。仕方ない。間違いない人形が、間違いない人形がぶち壊せない。あ？え？何壊した？何壊したの私も今。人骨じゃない。これは？弾じゃないの？取れない。え、取れないけど。あ、ぶっ壊せばいいのか。オッケー。マッチだ。ふう。から落ちてきてな。え？なんだよこの空間はよ。なんだよこの空間はよ。チェックポイント入りましたね。鍵を探せってことか。あ、そういうことね。オッケー。真ん中。ふざけんなよ。全くいてもいいことがない、君は。マジでさ、透明の敵は良くないって。弾数が無駄になりすぎる。あることによって奴らの位置は分かりやすいと。頭ね。はいはいはい。ありがたいっす。ありがたいっす。あれ？ここで終わっちゃった？あるあるある。お、なんか見つかってるぞ、見つかってるぞ。開けてきてくれれば撃てる。え？おいおいおい。お前さ、お前さ、お前さ、それは良くないと思う。良くないんじゃ、良くないんじゃ、マジで良くない。なんだよ、もうこの、こいつ、こいつ。くそー、やりづらすぎる。なんかいい方法ないかな。マジで見えねえんだよお前よ。仕方していけばいいんじゃない、もしかして。
さ、ちょっとさ、そのベッド乗り越えたかったの、僕は。スピード、あいつ遅いからシカトしよう。シカト、シカトだ、シカト。シカート機、オッケーオッケー、前を燃やしとく。よしよし、あとは何もないかな。よしよし、オッケー。いやもうシカトよ、シカト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 。相手してられませんって。オッケーオッケーオッケー、バッチリじゃん。カードキー通してオッケー、逃げる、とにかく逃げる。経験、はい、経験値取れないんだけど、あ、これ割れてなかったか。ってるだけか。透明なのは相手にしなければ何とでもなるわ。あっ、そうそうそう、え、あ、誘われてるだけか、誘われてるだけか。またあのタッチ一発で殺されちゃうのかと思った。弾3つ。明るくて清潔な部屋じゃん。ええ、ちょっと待って、何もないじゃん。あ、ちょちょ、え、どういうこと。あ、覗ける。あ、何しとるん。おい、どういうこと。ああ、え、ドアがある。こっちもあるよ、覗けるところ。天才か。おうおう、あ、覗けばこれ扉ができるんだ。おお、なんか書いてるね。え、となると順番的には木の扉からいくか。音楽おかしい。え、声がする、声がする。あと、あ、何これ。何もできないんですけど。え、音楽止まった。あ、これは、何をさせられるんだ。扉開かねえし。なんかヒントを探すのかな。あ、ひまわりみたいなのがあるな。いやー、はあはあ言ってないでさ。ひまわりみたいなのか、そしたら。こっち。なになに、あ、あ、ゴールド、え、大丈夫、大丈夫じゃないよね。なんでこれ針出たん。
え、そこに行けってことだよね、多分ね。あ、これ全部の部屋で同じことするってことか。お邪魔します。施設の手記、彼は嘘ついた。血を分けた父と息子にふざけやがって、より良い場所に行った。僕は知ってるんだ。あいつは僕を罰したいだけ。ラウラは死んでなんていない。ラウラ？誰だラウラちゃん。よいしょ。やってるんだこれは。歯車かな。ちょっと3つか4つかってことか。これ3つだよね多分ね。 OKOK。 これ失敗するとな、どうなんだろうな。興味あるけどちょっと、まあ3つ。おっと、はい。ああ、また血の道が。ああ、入るか。お邪魔します。かな、シナプスの絵かな。あ、経験値。意識の同化に起因する。最も初期の自覚症状は脳幹への鋭い痛みである。段階を追って毛細血管が膨張、出血する。自我の喪失に伴い強い自殺衝動が見られる。やがて彼らは自我を維持できなくなり、私の思い通りになるはずだ。だが何かが完全に同化することを邪魔している。ああ、同化。ああ、じゃあまたちょっとトゲチクってお願いしますね。え、こっちこっち。ドーン。はい、また血の道ができていくよ。で、なんか扉が開いたり、なんかそんな雰囲気なんでしょ。なんだこのギミックは。ホラーだな、やっぱり。さすがホラーゲーム。なに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 、なんかいる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 。なんだ、普通に扉できてきただけじゃん。綺麗な扉ができました。扉ができました。ほい。ん、経験値だ。うわ、5リッターぐらい入ってね、これ。いや、5リッターちょっと甘くいったか。10リッターぐらい入ってるかな。で、あ、無理だ。お、ジョセフ、ジョセフ。なんか首とか刺さってなかった今。無事でよかった。よかった。何が起きたか分かりませんが、無事ではない感じです。
や、心強い一人いるだけで。大丈夫大丈夫。おかしい、何か変だ。まるで自分の頭が他人の。聞こえました？いや、何も聞こえないよ。すぐここを出よう。動けるか？すぐ。ジョセフ。直しパートナー回復。あ、そういうことできるんだ。これで戦います。何やったの。おら、まったく、うちのジョセフをなんかやりやがって。何これ。とりあえず経験値。あれ、入ってきた扉またなくなってる。あ、こっち、これか、入ってきた扉って。大丈夫か。特に見るべきとこはないな。早くここを出よう。おとなしく出してくれるとは思えねえんだけどな。あ、オイルか。え、ちょっと待って、これ火使わなきゃいけない敵がいるってことじゃないの？まあ、ただの六花室か。ふう、何もないんかい。え、何これ。開けて行ってもいいかい。なになに、これ敵出てくるんじゃないの？優しい、優しいじゃん。めちゃくちゃ優しい。こんなん大体敵出てくるのに。おーっと出てきた。はい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 、はい、ゴミは処分。よし、お疲れ。ほら、ん？誰かいる？誰かいるぞ。ちょっと気をつけて。おかしいでしょう。あ、これ。おいで。みんなおいで。みんなおいで。みんなおいで。ほら、ほらほらほら。気持ちいい。気持ちいいな。俺は気持ちいいな。あ、まだ生きてたんか。まったく。ダメだぞ、一人だけそんなことしちゃ。よし、お疲れ。みんないなくなったね。あ、じゃあ綺麗に処分できたんだ。ありがてえ。よいしょ。弾全然使わんかった。あれ？今ちょっとしたネチョネチョ音ってやついるんじゃないの？これ下か。この先は何もないな。じゃあ扉を見たら下行きましょうか。え、ジョセフ一人だけ全然違う。めちゃくちゃ心強いわ。
あれ何もないかこの部屋。ああ薬か、薬使っちゃおう。おめえ落っこちてんじゃねえよ。ちょっと頼むぞ、頼むぞ、あいつやってくれ。ナイス。よいしょ。ふう。いやー心強い、マジで心強いな。ああボルトか、回収できないね。これはうんショットガンか、回収できないんだな。よし調子していこう。ジョセフさ、ちなみに弾何発持ってるん君。急に素手で戦ったりしねえよね。ジョセフ、あれジョセフ、ジョセフ、ジョセフ下、下、ジョセフ下、こっち頼むぜ、こっち来てくれ。ここは開かないでしょ。え、何これ。手慣れているようですね。爆弾をこんな風に置くとは。やれるか。下がって解除してみます。え、ジョセフすげえな、とんでもねえぞ。え、この間になんかあるとかないよね、大丈夫。ナイスジョセフ。先進んじゃうんだジョセフ。ムービーか。どうした？この音は何だ？無線のノイズと同じ。ジョセフ、ジョセフ、ちょっと、僕です、僕です、僕です。あ、あれ、あいつと同じになってる。え、大丈夫、大丈夫。落ち着け、落ち着け、ジョセフ。あ、落ち着いた？大丈夫？肌綺麗になった。ジョセフ、まさかお前まで。自分に何が起きてるか最近体調が良くありませんでしたが、とにかくここから脱出する。この場所は普通じゃない。ええ、いや知ってるよ。あ、ドクターとかレスリーがもうどこ行っちゃったか分かんないもんね。そういえば風呂桶の中に何もないか。なんかジョセフダメな気がすんな。そのうちどっかで僕のことはいいから先に行ってくださいっつって行っちゃいそうな気がする。最後の最後で自我を保ってね、助けてくれそうな気がするんですけどね、セバスチャンを。無事脱出できちゃうかなこれ。もしかしてもうそろそろチャプター終わりじゃねえの。てか終わってもらいたい願望ある、あるです、あるです、願望あるです。ん？ねえ、ここにこれあるってことはさ、セーブポイントでしょ。弾めっちゃあるんだわここ。これ絶対なんかやべえぞ。ちょっとセーブしよう。間違いなくなんかある。間違いなくなんかある。準備してくださいって言ってるもん。ちょっとジョセフ待っててくれな。セーブすっから。あれ手記はないの？セバスチャンの手記は？ねえわ。行くわ。
よし。やっぱり。やっぱり何？あ、どうも。どうなさいました？パープ、パープス。絶対あの先何かあるんで、ちょっとパープします。8300だから弾数は相当増やせんじゃないかな。よし、とりあえずこれでいいでしょう。帰ってきた。ジョセフ帰ってきたよ。ちょっとショットガンの弾持つわ。で、マッチはもう持ってないでしょ。じゃあ行こう。この先何これ、明るいけどやばいの。え、めちゃくちゃ安心感ある。あ、キッドさん、どういうこと、どういう状況それ。キッド、ここから出して。待ってください、これも罠です、見て。うん、うわあ、うわあ、これ、おおって大丈夫かよ、ジョセフ、ジョセフ。ジョセフ、無事か。ええ、平気です。こっちで援護してください。助け行くわ。待ってろ、今行く。助け行くわ。助けるぞ。爆発したい。爆発しないんだけど。あれ、全然爆発しない。え、なんでこれ全然弾当たんないんだけど、どういうこと、どういうことこれ、こっち壊せばいい。全然弾当たんねえんだけど。なあ、なんでこれ弾当たんないの。まだなの。ちょっと待って、どうすればいい？セバスチャン、上に敵が。ダメ。やばい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 。たまたま。たま。え、なんだなんだ。何何何。
ちょっとあんなふわって出てくんの？やったか。やったのか。終わり？まだいるようですね。まだいるのかよ。どうすれば？敵が押し寄せてきます。無茶するな。下がれ。急いでお願い。玉切れか。まだいんのか。いやいやいや、よしよしよ、トラップを解除します。あ、終わった。よしよし、畜生。まだなの？危なかった。これ見てもらえますか？これは開けられません。別の操作パネルがありそうです。もう時間がない。ケーブルの行き先は？俺が行く。指示してくれ。いや、こっちだよね、普通に。開いてる。別の操作パネルがありそうです。ここ、ね、行くわ行くわ、頑張って頑張っていくわ。こっちね。キッドさん助けないと。やばいよやばいやばい、まずいまずいまずい。パネルを見てください。これか。同じようなダイヤルがあるはずです。あるあるある、はい。なあ、上下に2つある。じゃあ上のダイヤルを22、下を5に合わせてください。え、 22？上のダイヤルを22、下を5です。はい。あ、オッケー、ナイス。あー、大丈夫ですか？3人になったわ。え、それやばくね？あ、何それ？ジョセフ、キッド！